はい、ガジマルです。今週は楽天モバイルがお祭り状態でした。楽天のオリジナルスマホ楽天ハンド 5G が投げ売りで一括1円で販売しています。他にもポケット Wi-Fi が一括1円や3000ポイント還元などお得なキャンペーンが盛りだくさんでした。皆さん楽天ハンド 5G 買いましたか？まだ買ってないという方もまだ在庫あるみたいなので、プラン料入れても1000円ほどでスマホをゲットできるのでおすすめです。楽天ハンド 5G もいいんですが、 OCN でもっとお得なキャンペーンをやっています。先月発売されたシャオミのRedmi 12C が一括880円と投げ売りです。ヨドバシカメラでの実売価格は 19,800 円なので、かなりお得なのは分かっていただけると思います。それともう一機種投げ売りされています。 OPPO A77 です。こちらは一括1100円となっています。 OPPO A77 のヨドバシカメラの価格は 24,220 円となっています。これは好みによると思うんですが、どちらがお得かというと OPPO A77 の方がお得感は高いです。それから OCN モバイルのいいところは MNP 他社からの乗り換えでなくて新規契約でも投げ売り価格となっています。乗り換えたくないけどサブ端末が欲しいという方にもおすすめできます。それから料金プランは本来 500MB から選べるんですが、特価端末とセットで買う場合は 1GB からとなっています。翌月 500MB へ変更は可能です。気になるトータルの料金は端末代1100円、初期手数料と SIM カード手配料の3733円、それに毎月のプラン料の770円がかかって、初月の合計金額は5603円となります。ランニングコストをざっくり計算してみました。2ヶ月目に 1GB のプランから 500MB へのプランへ変更してコストを抑えた内容です。2ヶ月目からは月々550円かかってくるので、半年間使った場合のトータルコストは8353円となります。そのまま1年間使うと11653円です。維持期間にもよりますが、ランニングコストを考えると1万円前後で Redmi 12C、 OPPO A77 が手に入るということです。これを高いと見るか安いと見るかですね。サブ端末として興味ある方は OCN モバイルチェックしてみてください。ガジェマルは OPPO A77 を購入しようと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。